タド76台、消防ヘリコプター5機、消防艇5艇による消防機械部隊の分裂行進の始まりです。第一艇団の先頭は消防活動二輪車隊です。通称クイックアタッカー。その名の通り機動性を生かし、高速道路や山間部での消火救助、そして応急救護など素早く活動することを目的とした部隊です。指令車隊カシャビ。続いて消防活動の総指揮を取る指令車隊です。総括指揮者警防部長松浦消防士官。指令車隊は災害現状で消防部隊の指揮や情報収集を行います。続いてポンプ車隊です。指揮者第7消防方面本部長で編成され、先頭に小型ポンプ車、普通ポンプ車、続いて水槽付きポンプ車、そしてその後方からは化学車、そして最後尾には5トン水槽付きポンプ車が続きます。ポンプ車は消防活動の主力となる消防車両です。火災以外にも危険物災害や水災害などに活用します。救急車隊発車。続いて救急車隊です。指揮者第5消防方面本部長土屋消防生官。東北地方消防庁では現在243台の救急隊を配置しており、突発的な救急出動件数の増加にも対応ができる体制を整えています。また救急車内の収容スペースを拡大し、走行時の振動干渉装置などを装備し、安全迅速な救急活動に努めています。消防方面本部長田中消防生官。2台の救助車を先頭に照明電源車、資材搬送車、特殊災害対策車、そして水難救助車、さらに後方からは資機材や食料などを補給する補給車、そして指揮統制車、最後方には大きな水槽を持つ10トン水槽車と続きます。特殊車隊はさまざまな分野から消防隊の活動を支援する大変重要な任務を担っております。はしご車隊発車。続きまして第二艇団の先頭ははしご車隊です。指揮者第二消防方面本部長田中消防生官。東京消防庁のはしご車には30メートル級と40メートル級があり、建物の高層化が進む東京ではこれらのはしご車が人命救助や消火活動にその威力を発揮します。またこのはしごは上だけではなく下の方向にも伸ばすことができます。岸壁での救助活動などにまたその力を発揮することができます。救助機動部隊発射。続いて消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューです。指揮者第9消防方面本部長安藤消防生官。救助車4型、資材搬送車、
救助者3型、大型科学者、特殊災害対策者、重機搬送車、屈折放水等車、そして最後尾には特殊救急車が続きます。消防救助機動部隊は大田区の第2方面、渋谷区の第3方面、足立区の第6方面、立川市の第8方面、そして八王子市の第9方面に設置され災害に備えています。さあ、そして皆様、会場の前方をご覧ください。上空には消防ヘリコプター、海の上には消防船が続いております。消防団体走れ。さて、会場中央には消防自動車の最後の更新、消防団の車両です。指揮者町田市消防団、佐藤消防団長。本日は23区から6団、多摩地区から6団、合計12消防団の下半ポンプ積載車並びにポンプ車が参加しています。さて、会場前方の上空では消防ヘリコプター、海の上では消防艇による祝賀放水が行われております。まもなくヘリコプターが会場へと飛来いたしますので、お手回りのお荷物、またお帽子など飛ばされないようにご注意ください。消防ヘリコプター向かって右手から白鳥、ヒバリ、コウノトリ、チドリの5機が会場へと飛来してまいります。火災や船舶火災など様々な災害へと対応に備えています。